それで、まあ、トランプさんの話はまた次、はい、最後にやるんですけれども、12月の15日、我々は14日がこれがですね、国会日曜会議末延長してなってますが、15日が山口でのですね、日露首脳会談ということになりますね、うん、プーチンさんと、はい、でまあ今これいろいろですね、領土が2島は帰ってくるだろうとかね、いや全然ダメだとかね、でそんな状態で平和条約どうなんとか、いろんなまあ意見あるんですけれども、これについて佐藤先生はどういうご意見をお持ちでしょう。私はね、決して甘くないと思ってます、うん、今議論のいろいろやってますよね、経済協力して信頼関係と、確かにプーチンの大統領と安倍総理、うん、馬が合うと、うん、15回も今まで海外やってると、うん、それは分かります、うん、ただの北方領土には軍隊がいるんです、うんうん、そうですよね、軍と警察の違いって何か分かります？治安守るか、そうそう、警察って治安を守る、そうそう、軍はその国の独立を守る、そうそう、ね、治安の守ると独立は全く違って、うん、独立って何かというと国の主権と国民と領土、これを一つもかけたら独立国家って言わない、うん、だその軍が択捉と国後にいるってことは、うんうん、それは重み付けが全然違う、そうですよね、択捉とね、国後には軍がいて、歯舞と色丹は警察なの、うん、特に色丹は国境警備、うん、警察なの、だから全然重みが違う、うんうん、軍がいるところを返すか返さないって、これはね、半端じゃないです、まあそうですよね、実はそうだし、そもそもそのね、歯舞仕事には軍隊いないんだけれども、だったらそれで帰れるかって、これもなかなか難しい問題ですよね。うん、今北方領土にミサイルを、対艦ミサイルを配備したっていうふうにのニュースになってますけども、これは今年の3月に、もう今度配備をしますよっていうふうに宣言してるんです、うんうん、たまたまこのタイミングでそれを発表したっていうのは、若干ね、今回の山口での会談にね、うん、の関係してるのかもしれませんけども、うん、基本的にオホーツク海っていうのはロシアにとって対アメリカを戦略の時極めて大事な聖域なんだ、うん、あそこに原子力潜水艦を沈めて、うん、そこからアメリカに届く核弾頭付きのミサイルを撃つための大事なエリアなんだ、うん、で実際に最新鋭のボレー級の、うん、潜水艦を2隻今、ね、ペトロハブロスクに置いて、そう考えると千島列島っていうのはうちの南西諸島と一緒 で、ね、防波堤なんです。そうですよね、まさに千島列島はこのカムチャッカ半島から続いてるのはちょうどこの南西諸島と同じなんですよね。だからそこで一陸の択捉と国後を日本に返してしまったらそれが崩れちゃうんです。そうそう、しかも日本だと日米安保条約の適用対象になれば、おっしゃるとおり、だからそこにアメリカ軍がね、そこに配備することができるじゃないかと。絶対ありえないですよ、普通に考えれば。だから軍事的側面一つとってもそんな簡単じゃない。そうでしょうね。僕まさに隊長が言うことはその通りだと思います、うん、それでね、私たちはちょっとね、これで僕思い出したのはね、うん、例の日露戦争で、うん、日本は一応ね、日本海海戦旅順、まあ、勝ったと、うん、それで、ポーツマス条約で、うん、この平和条約というか賠償になるんだけれども、ここ全く賠償が取れなかったんですよね。でつまり何が言いたいかというと、要するに今回、日本とプーチンと安倍総理の間でですね、うん、会議があると、で非常に期待が高まってるわけですよね。で期待が高まってるんだけれども、今言ったように一つは領土を返すかどうかというのは要するに戦争で捉えたもんですからね、まあ、これが要するに武力によって領土を取るというのはそもそもおかしいんだという議論はあるにしても現実捉えてますからね。じゃあそれを返してもらうというのはよっぽどのことがない限りね、ないんですよね、ありえないですよね。ロシアにとってはなんかメリットがなかったら、相当なメリットがなかったら必要ないんですよ、自分持ってるんですから。そうだから、それを考えるとあんまりそこで変なね期待を持って、うん、つまり安倍総理がせっかく何者にでこの会談やるということを発表してですね、うん、やったけど何も戻ってこなかったというね、うん、まあ、落胆で、まあ、批判が出ると小村寿太郎の家が焼き打ちされてないことになるとね、うんうんうん、まあ、そんなことならないと思うんだけど、もう少し冷静に考えなきゃいけない。だから、ね、むしろですね、だから平和条約ね、要するにそれよりも70年間戦争終わって、うんうん、まあ、まだ敵対国家関係ですよね、正式に国交ないですから、はい、でそこでその関係を整理する方がね、さっき大事じゃないかと、うん、で例えば中国なんかは、この1972年かな、うん、この要するに日中友好条約で平和条約締結してますね、うん、
で、ところがそうは言うものの、今日本と中国といろんなところで、うん、摩擦もあるわけですよね、うん、つまりもっと言えば領土問題も事実上尖閣で生じてるわけですよね。だから平和条約結んでるんだけども、そこの話はまたこれからね、しっかり根気よくやらなきゃいけないけども、うん、こちらの方も平和条約結びながら、うん、このかつてのそのね、戦争で捉えたその領土の返還交渉、うん、これはいろんな意味で続けていくという勝ち、ね、スタンスの方がいいと思うんですけどね。焦っちゃダメですよ。そうでしょうね。で、安倍総理 もう自民党のね、規約を変えれば9年までできるんでしょ、うん、ああ、はあ、だからまだ焦る必要ないです、うんうんうん、その自分の9年の間に、うん、とりあえずそう、まあ、プーチンもあと何年できるんだったか、 あそこも、10年やって、10年、はい、もっぺん10年、20年やるんですよ ね、 これね、長い目で見れば、うん、別にもう今回いうふうに言わなくても行けばいい、うん、で特にソチオリンピックあったじゃないですか、あの時に、ウクライナの問題があって、西側の首脳で行ったのは安倍総理、安倍さんだけなんですよね。ものすごいプーチン喜んでましたから。そうそうでしょうね。もう国会が終わってそのまま羽田に飛んで、うん、もう自衛隊の政府専用機飛ばしに飛ばして、うんうん、で開会式の十数分前に、あれはしかしよく行きましたよね。僕もそれは行って正解だと思いますけれどもね、うん、やっぱりヨーロッパと日本とは事情違いますからね、うん、まあ、向こうにするとウクライナ、ヨーロッパの一部みたいなところがソビエトのものと、うん、ロシアのもの と無理やり捉えてみていってるけど、もともとロシアのものだったものをソビエト時代に挙げたやつを、特にクリミアなんかもともとロシアですからね、思いがありますからね。だからそこはちょっと、ヨーロッパとは事情が違うんで、まあ、日本はその北方領土問題があるんだけれども、やっぱりもう一度今やっぱり敵対関係をなくして、ある程度友好経済協力も含めね、やっておくと、アメリカと中国とロシアと、まあ、この三組になりながらですね、上手に自分の国を守るために使っていけるようになりますよね。気をつけなきゃいけないのは、トップ同士の信頼関係で大事です、うんうん、大事、うん、だけど今までの領土交渉を見てて、うん、ロシアが近づいてきた時は、うん、ロシアが下手ってる時なんです。これまでの日露の、ね、交渉を見ると、ロシアが下手ってる時に、ロシアが日本の方にこう近づいてるという時に、不用意にね、うん、あまり経済協力やってしまうと、うん、まあ、強くなっちゃいますから、うんうんうん、だからその辺のさじ加減と比例も極めて難しいと思います。そうですね。そうですね。まあ、だから本当にそこは確かに外交の本当そういう一面もあるし、で経済協力、つまりね、本当のところ言うと、ロシアから例えばパイプライン引いてですね、うん、ね、この天然ガスなり石油なりこうやるにしても、それはありがたいんだけれども、東ヨーロッパはそうだけど、ロシアがプスッとガスを止めたら、そのまま生活止まっちゃう仕事にもなりかねないんでね、ここはなかなか上手にやらなきゃならないですからね。鉄道引くっていうことは、これ安全保障上の問題も出てきますからね、うん、そうなんですよ ね、 それはね、ただまあなんとなくね、僕ね、今までソビエトというのは、まあ、いわゆるね、社会主義国 の、うん、宗主国で、こちらはアメリカは、うん、まあ、自由主義陣営の宗主国で、まあ、冷戦構造がありましたからね、うん、かなりもう全く相反するものという感じの対立がなったんだけれども、しかしもう少し文化的に見るとね、うん、アメリカ的なそういう民主主義も近代の中で日本の中でもちろんあるんだけれども、ロシアのね、ああいう家父長的な社会でね、のこの体制というのは、日本人の根っこの部分でね、田舎へ行けば特にそうだけど、うんうんうん、共感できるところがあるんだと思うんだけどね。結構ロシアに旅行したら、うん、ロシアに好きになって帰ってくる日本人って多いって言いますよね、うん、やっぱりね、うん、僕もね、昔ね、深井義の時代ですけれども、うん、京都とサンクトペテルブルグの、うんうん、州ですね、うん、これが友好関係あってたので、うん、そのサンクトペテルブルグに行ったんですね、うん、そうすると本当はあそこは宮殿も立派だし、そうそう、本当ね、いろんな見てても歴史があるでしょう、はい、やっぱりなんとなくね、こうアメリカの高層ビル見てるよりも惹かれるところはありますよね、うんうんうん、これは、特にまたプーチンは、うん、やっぱりそこの出身、サンクトペテルブルグ出身だったりとかね、情報出身でしょ、はいはい、これ半端じゃないですよ、うん、なるほど、やっぱりもういろんなことをしてますからね、 KGB と、はいはい、でいつも強いロシアの象徴でしょ、うん、そうですね、わざと自分もこう裸になってね、うん、そうそう、こう魚釣ったりね、こう岩の上でこうポーズ取ったりとか、スキーで柔道も強いんですよね、ああいう強いロシアの象徴っていう部分があるので、うん、そういうイメージがあるから、うん、下手にね、日本にのベタ折りしたらイメージが崩れますから、うん、うん、そりゃそうでしょうね、だから経済が今ロシアの経済が疲弊していても、高い支持率っていえば強さなんですよ、
そうでしょうね、はい、それがね、まあ、下手に国内の世論が反対が多い中、うん、日本にかなり譲ってしまったら、うん、かなり大変だと思います。それはだから、まあそうですよ、だからまずならないと思いますね。だからね、うん、だからこういうもう少し冷静にね、我々もだから そういうちょっと世論情勢をね、そうそう、やっぱり仕上げないといけないと思うんですよね。実は先日ね、あの一水会、うん、あの木村光弘さんのね、あの会で僕も呼ばれて、うん、あのちょっと話してくれというので、そこで言ってたのは、今言ったようにね、要するにあの70年間ね、あの戦争終わってなるんだけど、ずっと戦争状態のまま、うんうん、形になってるんです、政治国家ないままね、うん、やっぱりこれちょっと問題で、その原因っていうのはもともとアメリカとソビエトとの東西冷戦で、東西冷戦の中だからこそね、なんか逆にアメリカ側についていったらもう何でもいいと。だから自国の防衛地区でも考えないし、うんうんうん、ね、あの、うん、もうとにかくアメリカ一辺倒だったんだけど、はい、そのアメリカ自身がこれからトランプが出てきてね、そもそも日本に核武装してもらっても韓国もしてもらってもいいじゃないかとかね、もう軍隊全部引き上げるとか言い出してきてると、うん、でこれはとんでもない発言なようで、実はもうこの、 あの大東亜戦争、うんうん、第二大戦からね、長い間のこの、その戦後の東西冷戦も終わって、そしてその後の新しい時代がもう引っ掛けてるんですよ、うんうん、だから今までと同じ冷戦後の体制だけでやってると思考停止になっちゃうんで、まずはこのロシアの問題もですね、そういう意味からするとですね、うん、とりあえず友好条約を、平和条約を結んで、領土問題はもちろん大変なんだけれども、それからね、いろいろあのやっていくという、一歩一歩会談やるという方向でいかないと。で特にまたアメリカだってね、あの今だからこそね、つまりトランプは今までのアメリカのね言ってることとね、うん、ちょっと違うこと言いかけてくれるんですよね、うん、あのオバマ大統領がある種ね、うん、ものすごく綺麗事な、うん、あのある種の理想主義でこう言ってきて、うん、ロシアともこうあの、うん、クリミアでたりしたりいろいろだったけれどもね、もう少しトランプの方が本音の話が正直だとみんな思ってるんですよね。だからそう思うと、トランプ、プーチン、安倍さんと、こうなかなかこれからですね、うん、上手にやっていけば面白くなるんじゃないかと思うんですけどね、うんうんうん、北方領土に限って言えばね、もうやっぱ大事、もう一つ大事なポイントは、旧島民の方が、もう80人過ぎてる方が多いんですよ。ただその現実考えると、今言ったようにいろいろ過去の理屈はあるにしても、うん、せめてね、うん、せめて歯止めしこたんだけでもね、もう少しなんとかならないかっていう気持ちはみんな持っております。旧島民の方っていうのは、あれどれぐらい今生存されてるんですかね。で私も今年の8月に国後島に上陸した時に一緒に一人行ってもらった、札幌在住の83歳の方でしたけどね、やっぱ話を聞くと、やっぱなんとかねしてあげたいなっていう気持ちになりますよね、うんうん、そうね、それはそうですよね。それ現実もあるんですね。で その一方で70年間もう向こうのものになってるから、うんうん、もう 2,3 代にわたってロシア人自体が住んでますからね。だから逆にね、そのもう国後島の古釜布に行ったら、うん、もうやっぱあの辺り作られた町で、うん、もうどんどんやっぱ整備されて、ロシア正教会のもう綺麗な建物があったり、うんうん、青白のね、あのロシアカラーの、まあ、建物があったり、中で綺麗な、小学校と中学校の一貫のみたいな学校あった、うんうん、副校長女性でした、うんうん、もう何歳かな、50は過ぎてたかな、うん、話したの、うん、中である一緒にいた人がね、うん、なぜあなたはモスクワの大学まで出て、うん、向こうで仕事もいっぱいあったのに、うんうん、このくねくなしい島に戻ってきた、うん、学校の先生やってるんですかって質問したら、うん、その校長がね、私はここで生まれ育った、ふるさとでね、なんでそんなこと聞くんだと、これは結構深い重たい、うん、もうそういう人たちが増えてるんですよ。それで向こうにはもう日本の建物は昔の残ってないですから、残ってない、そうでしょうか、はい、木道だもんな、はい、昔のやったな、そのお墓もね、うん、お墓も実は国後島もいろんなあったやつをもう集められて、うん、でちょっと日本人持ちはありますけど、もともとのやつはほとんどない。だからまあそういう現実がやっぱり片っぽあるということはやっぱり知っておかなきゃなりませんね。 そこにやっぱね、ただこれうまくやれば彼らも東海道にやっぱり行きたいと、うん、そうですよね大東海こうすぐね、そう飛行機で飛んだらすぐ病院の学校もあるわけでしょ。 そうですよね、そこはやっぱうまくね、なんか交流とうまくできたね、ウィンウィンの関係はね、どっかでうまければあり得ると思うんですけども、ね、ただ驚いたのは、国後行った時にね、よく言われた胸をハウスとね言われた、うんうんうん、日露友好の家に泊まったんで、そこで
食事とか出してくれた人、うんうん、クリミア半島から来ました。すごいな。だからクリミア半島って元ロシアでしょ、うんうん、でウクライナからロシアになったということもあってか、うん、どんどんやっぱ引っ張ってきてるね。ああなるほど、ね、政策的にこっちに移住させてるのか。はい、なんかやっぱ人増やすためにね。まあしかしね、あのロシアも もともとカラフトが日露あの、うん、これ混住でしてたでしょ。だからそういう歴史もね、はい、あのそれで平和的に暮らしてやってた歴史あるし、でそこからスタルヒンは、うん、スタルヒン当主朝日課に来たんですよね、うんうん、そこからね亡命してきたのかなあれね。だからまあいろんな日本とロシアはいろんな歴史的なね、うんうんうん、悲しいこともあったけれどもゴールもあったんだから、もう少し上手にやってほしいですね、うん。でも共産党は北方四島だけじゃなくて、うん、全部ね、オール自身やね。いっぱい。やまあそれこそね、南西諸島、中東まで全部です。南西諸島全部ね、で中国のもんだって同じのもんで、なかなかこれ大変な話で、これ。もう全然だ、もう、ね、うちはね、安全保障上も全く、サウラシ条約上も ね、無理ですよね。それは絶対うちのもんだと。共産党のはね、ある意味ね。言うのいいんだけど、軍事力何も認めなかったら何もできないしね。